HAPPAって言って、今の事務所の前の事務所、中目黒、駒沢通り沿いに、まあ、それも倉庫の場所を借りて、オフィスを作ったんですけど、まあ、その時に、初めて、なんて言うんでしょう、自分たちが、まあ、作り手でもあり、なんていうか、その空間を見せる側とか、クライアントでもあり、設計をする設計者でもあるみたいな、両方の立ち位置に、まあ、露出したオフィスを作ったことによって、なったんです。まあ、ただのオフィスじゃなくて、ギャラリーがあったり、まあ、その、他のシェアするグループのオフィスがあったり、そうすると、やっぱりその、外に見せるものが、やっぱり自分たちが本当に居心地のいいものっていうふうになって、要するに出しているものと自分が居心地のいいものがそこでまあ一致するっていう体験をするんですけど、それからそれを見た人がこういうのいいよねって、なんで今まで設計者は自分のところはこうさっぱりとかっこよく作るのに、よそに行くとよそ用に作っちゃうのかねっていうふうに言ってくれる賢いクライアントなんかもいて、そうだよねっていうことから自覚をしていくっていうか、なんかそこ確かにずれてるよねっていうことに気づいていくっていう、そういう、まあ、機会をいただいたんですね、HAPPAっていうオフィスが。なので、そこをきっかけに、まあ、自分の本音とその外に出す、発信するものが一致する。あんまり分かりやすい仕事のデザインでは当初なかったし、まあそういう意味じゃハイコンテクストなことを読み込んでくれるような人じゃないと別に仕事を振ってこないので、なのでそうすると、まあもともと理解がある人しか僕に仕事を振ってこないんですよ。なので恵まれて、フルボトルは僕らの中でも比較的やっぱ大衆に向けて発信する仕事だと思っているので、そんななんかトピなことを毎回やりはしないです。だけど、毎回一つ一つ素材が、取り上げる素材が異なっていて、まあ、清澄白河の時は、SL とか、そういう防犯とか、まあ、建物自体が工場なので、そういう、ああいうインダストリアルな雰囲気に対して、まあ、青山では少し、まあ、ソフィスティケートされた場所というか、綺麗なコンクリートの箱の中に、まあ、白いスチールで作ったカウンターを設けたり、その後、新宿に行くと、MDF で、カウンターを作って、まあ、毎回少しずつ違ってて、この間の品川では石を床とカウンターの立ち上がりの部分に使ったりっていうふうに、毎回少しずつ素材は変えていってる。